9回表ピッチャーハンに代わりまして栗林背番号20。いらっしゃいませ。妖怪酒場のカオルでーす。こいほ、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 うるさーい。はい、ということで、こいほという名のこいほでございました。今日は6連勝こいほでございまして、知ってるか、みんな。はい、ということで、本日の MVP 発表していきたいと思います。今日の MVP は、ブーブッブッ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 ブー、栗林良治投手。はい、実は私初めて MVP に選んだっぽいんですよね。多分間違ってなければそうなんです。ということで今日は、まあ、3者連続三振だった上に、リーグ単独トップの31セーブ目となりました。はい。ということで、今日は栗林投手にさせていただきます。以上、MVP でした。ということで、本編に行きたいと思います。それでは、お席ご案内します。本日の試合結果でございます。8月4日日曜日、マツダスタジアムで行われました広島対中日の第16回戦でございました。6対4でカープが勝ちました。こいほイエーイ。貯金がね11ですよ。やばい、嬉しい。はい、首位をキープしておりまして、今季最多の6連勝でございました。まあね、苦手中日に初スイープですよ今季。すごいですね。はい、ということで本日先発は広島が栗投手、中日が根尾投手でございまして、勝ちは栗投手について5勝6敗、負けは根尾投手について0勝1敗、セーブは栗林投手が31セーブ目となりました。はい、でホームランは広島の秋山選手に第4号ホームランが生まれております。ということで以上本日の試合結果でした。はい、続きまして本日のスタメン予想ゲームの結果発表でした。あ、終わっちゃった。続きまして本日のスタメン予想ゲームの結果発表です。本日はこんな感じでした。バズーン。はい、ということで、すごいちょっと惜しいような惜しくないような感じなんですけども、今日キャッチャーが石原選手じゃなくて坂倉選手で、ファーストが林選手だったんですけど、昨日ね、私言ってたのにカットしちゃったのよ。それがこれです。まあ本当にね、ファースト林選手、キャッチャー坂倉選手とかで使いたいんですけどね。はい、ということで、言ってたのにさ、これいいかと思ってカットしちゃったんですよ。ここ連日ね、いいやと思ってるんで、カットする部分がね、結構当たってたりするので、もう嫌になっちゃうね。石原選手はですね、右に強い右バッターではあるんですけども、相手の根尾投手が左ピッチャーからの方が打たれてるっていうデータがあるので、まあ単純に左に打たれてるっていうので、まあ林選手を起用したっていう可能性が高いかなというふうに思いました。あとは、栗投手がですね、7月に石原選手とバッテリーを組んで、もう防御率が7点台だったので、まあ、ちょっと打たれすぎかなっていうので、まあ、そろそろキャッチャー変え時かなっていうのもあったと思うんですよ。まあ、それで今日は坂倉選手がキャッチャーでしたね。はい、ということで今日は、菊池選手が休養の日だったみたいですね。で、二俣選手がセカンドに入っておりまして、セカンド二俣選手入るのスタメンでは2回目だったかなっていう記憶があるんですけど、で、林選手がファーストで入っておりまして、6番に入ってましたね。まあ多分相手が右ピッチャーなので、左を上に固めたって感じですかね。なので、菊池選手と石原選手が間違ってたので、21点という結果でした。まあ20点超えたので、自分の中では合格ラインという感じです。はい、ということで本日のスタメン予想ゲームの結果発表でした。はい、続きまして本日のトピックスでございます。本日工事はですね、長谷部投手がついに抹消されました。
まあ、9連戦でね、ブルペン9枚にすると思っているので、まあ、今は左腕が多いという判断だったのか、まあ、長谷部投手がですね、抹消されたので、誰かが上がってくるのかなっていう予想ではいるんですけど、まあ、私の候補としては、大道投手、松本投手、岡田投手かなと。でもなんか、岡田投手をわざわざ支配下してるので、岡田投手を使ってあげてほしいなという気持ちはあります。はい。まあでも誰が上がってくるか、もしくは上がってこないかわかんないんですけども、私はちょっと9枚にしておいてほ方がいいかなというふうに思っております。はい。で、ベンチ外は今日はなしで、つくり投手の結果なんですけども、6回投げておりまして3失点って感じでございました。まあフォアボールは出していなかったのが良かったのかなと思うんですけどもね、ちょっとこう、ピシッとしない部分が何回かあったとは思います。はい。でもまあ6回3失点なのでクオリティスタート。ということで試合は作ってくれたので良かったのかなという感じですね。はい。で、続きまして攻撃なんですけども、本日初回に中村隆弘選手、小園選手、坂倉選手が3者連続タイムリーで3点を取るって感じで。で、その後に矢野選手が2点タイムリー。これまた長打ですよ。もう矢野選手連日もうね、長打出てるので素晴らしいです、本当に。はい。もう好調でございますね。2回にはね、秋山選手の第4号ソロホームランが生まれました。今日はね、ヒーローインタビューにもね、上がってたのでね、ほんと素晴らしい。はい、ということで本日のマルチ安打は小園選手のみで4打数2安打1打点という感じで2割9分に戻りました。昨日は珍しくね、小園選手だけヒット打ってなかったので、まあそういう日もあるよねって感じですけど、逆に今日はマルチか小園選手しかいなかったので、小園選手、みんなと逆だね、基本。はいって感じです。続きまして守備ですね。2回に矢野選手がジャンピングキャッチをしておりましたね。まあライナーという感じで、まあ、その打った打球は後輩の田中選手でしたね。はい。で3回に矢野選手が手で取ってランニングスローをして、まあアウト判定になったんですけども、立浪監督がリクエストをしてましたけども、まあそのまま判定のままアウトって感じでございました。はい、もうこんなに守備でね、もう一個いい守備あったんですけども、ちょっと上げるとキリがないのでちょっと選別しております。で続きまして4回にね、二俣選手がフィルダースチョイスで、まあ、それが1失点に絡んでしまうプレーだったんですけども、まあ、その後ね 6-4-3 の綺麗なダブルプレーがあって、フィルダースチョイスを取り返したって感じのプレーがありましたね。二俣選手ナイス、肩が良かったね、肩いい感じだった。はい。ということで、続きまして、リリーフなんですけども、7回に島内投手がですね、久しぶりに上位打線を相手にしてたんですけども、まあ、ランナーを出しながらも、なんとか抑えておりました。で、8回ね、ハーン投手がついに来日初失点。もう、3本中身ハーンやりたかったんだけど、ちょっとね、初失点でございまして、もうね、もうなんか、いつもとこう、様子が違った。顔を見てるともう汗だくだったし、暑さにはね慣れてるみたいなこと言ってたけど、テキサスで慣れてるよみたいなことをインタビューで言ってたんですけど、まあ、今日はねちょっと試合前に雨が降ってたみたいなのを見て、湿気やばいんじゃないかなって私はちょっと思って、まあハーン投手湿気苦手説あるかなと思いました。うん、体調不良にならないように気をつけてほしいですね。はい。で続きまして9回に栗林投手がですね、決め球はすべてフォークでしたけども、3者連続三振ということでリーグトップの31セーブ目を挙げました。栗林投手はねルーキー時代が一番多くセーブを挙げてるんですけども、37セーブなので、そのセーブまでだから自己最多まであと6セーブなので、で私は優勝するための条件として45セーブだと思ってるので、まだまだこれからねいけると思うんですよ。45セーブこの感じだとね、はい、ということで期待したいと思います。ということで本日のトピックスは以上でございます。続きまして2軍戦ですね。本日ちょっと見れてないんですけども、8月4日玉下筑後で行われました、今日はデイゲームでございました、ソフトバンク対広島の第17回戦でございました。6対4でカープが負けました。今日はね逆転負けでした、残念。はい。本日先発はソフトバンクが坂東投手、広島が杉田投手でございました。で杉田投手は5回と3分の2投げておりまして、まあ、95球というとちょっと多い球数だったんですけども、でも奪三振は6でございまして、
失点が3という感じでございました。ちょっと予死四球5は多いかもね。どんな感じだったか見てないんでわかんないんですけども、はい。で、リリーフはね、内間投手が好投でございまして、三者凡退1三振って感じでございました。で、本日スタメンはね、4番に DH 末金選手が出ておりましたが、まあ3の0っていう感じでした。ちょうどこの調子だと巨人戦から上がってこれない気はしちゃうかもしれないです、私の中では。今日は DH だったので、ちょっと守備につけない状態なのかなという感じもあるので、まだ本調子ではなさそうですね。はい、ということで続きまして攻撃でございます。初回に中村翔成選手の3ベースから田村選手がタイムリーヒットで1点で、ラミレス選手がレフトへのタイムリーヒットで1点で、前川選手がレフトへのタイムリーツーベースで1点でございまして、合計ね初回に3点取っておりました。はい、で続きまして7回にね清水選手が勝ち越しのタイムリーを打ったんですけども、その裏にね逆転されるって感じで、勝てると思ったんですけどね。はい、本日のマルチ安打は田村選手と前川選手で、田村選手が4打数2安打1打点、前川選手が3打数2安打1フォアボール1打点って感じでございました。で、私はですね、あの田村選手めちゃくちゃもう調子もいいので上げていいと思います。はい、上げちゃいましょう、巨人戦から上げちゃいましょう。はい、ということで本日の2軍戦は以上でございます。明日は野球がお休みですので、明後日の予想をしていきたいと思います。明後日からはですね、東京ドームで行われます、読売ジャイアンツとの3連戦でございます。ということで、先発の予想ですね。ロテ変更があると思うので、悩むんですけども、おそらく私の昨日の予想の通りでいくと、アドラ投手がカープは先発かなと思っておりまして、相手は山崎伊織さんかなというふうに思っております。で、山崎投手の戦績は7勝3敗でして、防御率 1.67。対右に対しては2割1分5厘、対左に対しては2割4分5厘という感じでございます。今季そんなに打ててる印象はないんですけども。スタメンこんな感じでいきたいと思います。バズン。はい。はい、皆さんお気づきです。評価。田村選手を入れてみました。これねめちゃくちゃギャンブルですけども、まだ上がってきてもないので分かんないんですけども、私はもうこの最近の調子を見てる限りだと田村選手上げた方がいいと思ってるので、もう田村選手思い切って登録で、まあちょっと抹消のことはあんまり考えたくないんですけども、おそらく田中選手苦渋の決断でね、もう田中選手かなというふうに思ってるんですけど、ちょっとそこは何とも言えないです。で、3番に田村選手を入れてみました。はい。アドア投手のバッテリーを坂倉選手にしまして、相手は右ピッチャーの伊織さんなので、また今日と同じ感じで、ファーストに林選手で、キャッチャーに坂倉選手でいいのかなというふうに思いました。今日二股選手が8番だったので、まあ、菊池選手も8番あり得るかなとは思うんですけども、この打順ですごいいい流れが来てるのであんまり変えたくないなと私は思うので、菊池選手は6番のままに置いときたいなって思いました。はい、このスタメンいかがでしょうか。皆さんいつもねコメントでこうだからこうなんじゃないかなっていうご意見をねいっぱいありがとうございます。私も本当にまだまだなので、もう全然もう分かってない部分多すぎわろたって感じで、すがもう皆さん温かい目でいつも見ていただいてありがとうございます。本当に、はい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、拡散の方をよろしくお願いします。ということで7連勝いっちゃいましょうタイムって感じでいきましょう。今季鬼門の東京ドームで勝てるようにお祈り。はい、皆さんお祈り。えい。はい、ということでお客様お帰りです。ご来店ありがとうございました。バイバイ。